こんな感じです。飛ばしていかないとね。本庄健二です。よろしくです。今回なんですけども、はい、松の山温泉スノーパークさんに来ております。はい、2日目でね、うん、今薪ストーブ、うん、後ろの小川の アプロンの中でぬくぬく過ごしたわけなんですけども、あったかったね。で今日はね、うん、昨日ちょっとふぶいてたから、うん、来た時、うん、で今日なんと快晴だからね、うん、夜星すごい綺麗だったから、うんうんうん、で風もないということだから、はい、この辺ちょっとテーブルと椅子を簡単なやつ作って、はい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 、外で焼肉気にしながらやっていきたいと思います。いいですね。で、そこでのお供は、うん、よいしょ、こちらですね。白笹つづみ。白笹つづみ、これはイベントの時にいただいたやつですね。はいはいはい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。で本日は、うん、この一升瓶を二人で飲み干すので終われないという企画でやっていきたいと思います。くじゃあ気合入れて頑張っていきましょう。やっていきましょう。行ってみよう。とりあえずあいつ今日もう薪ストーブ使わないから、うん、お片付けしてくれてる間にここに掘っていきたいんだけど、はい、まだ 2,30 センチしか積もってないんだよね。ね、そうだからちょっと持って、はいはいはい、やっていきたいと思います。お願いします。掘ったやつをテーブルにかさ増しすればいいのか、うん、氷がいる。氷、うん、ガチガチに固まっちゃったらめっちゃ硬い。硬い。なんと サンセットサイドベースのリュウジ君がうろうろしてたんで、終わってから氷抜き。さっきちょっと罠で捕まえて、やっと捕まえて、さあ手伝ってくれることになったんで一緒にちょっと作っていきます。よろしくお願いします。みっちゃんのお手伝いで来たのかな？そうっす。うん、まあそうっすね。ありがとうございます。はい。あ、もう一人来た助っ人。いやこれはしんどいね。これはしんどいね。雪祭りとかやってる人すごいよね。すごいっすよ。さすがに手でやんねえか。重機っすよね。掘るよ俺も。うん？俺も掘る。なんで上手いよ。ふーちゃん寝ます？いいの？やろう。どうぞどうぞ。やろう。やろう。あたっす。はい。ルーズいいわ。ルーズの。行きます。じゃあ、皆さんお願いします。いいですか。じゃあ皆さん、回線よろしくお願いします。それでは、2024年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンプ、楽しんでいきましょう。キャンプイ、キャンプイ。超うまい。超うまい。そこをまた、まだ終わってないから。そこ今何割だ。今ね、3から4割ぐらい。3から OKOK、うん。まあまあ悪くない。悪くない。まあ手伝ってもらうだけやって、うん、まあみっちゃんも撮影があるから、そうだ、適当に抜けて、うん、でそれでそしたら俺らも日本酒の戦いがあるから。OK、うん。頑張っていこう。よし。やっていこう。じゃあ私は戻ります。寂しくよし、いいじゃん。でここで焚き火してボンファイアゴーアウトサイド。あ、お疲れ様です。これ食べてください。また、 ありがとうございます。チャーハン3人前。あ、チャーハンありがとうございます。何食べてください。嬉しい。お菓子全部面白かった。いやいやいや、村山さんにいただきました。あ、どうす、やった、童貞。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うちのチャーハンで申し訳ないです。あ、めちゃくちゃうまいです。はい、食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあとりあえず一杯飲んで焚き火しましょう。よし、じゃあ行きますね。まだこれは小さいですけど、ガンガンお酒飲んでいきましょう。キャビッキャビッ。
仕事後の一杯は効くわ。いやー、先行してきますか。ね、おい、おいちゃん。ゴタは旦那燃えせぐ。何を選ぶんだ。宴、宴。ピツピしてく。うん、ピピン。適当でついちゃうか。うん、二次年で。うん、うん、あはフランダうん一品目は何でしょうか、山さん。よいしょ、お刺身でいきましょう。やっぱこれがね、鈴木さんですね。いただきます。いただきましょう。ちゅうことはもうジャベン、こちらもやっていきましょう。いいですね。ナイス。そしてこれで奇跡を起こしていく。奇跡を起こしていく。ちゃんちかにもらった。オッケー、これでよいしょ。僭越ながらお願いします。手がかじかんで。しがさそう。おたす。つづみ。よいしょ。しがささつづみ。お願いします。あーだす。いただきます。おいよ。たけえのたけび。いやあるす。まだまだあるぞ。減らないね。ほらお願いします。突然の雪中キャンプ2日目、本日も一生瓶飲み干すまで楽しんでいきましょう。キャンプ、キャンプ。うまっ。いいねー。さっきすっきりしてる旨味あるな。うん、ちょっとフルーティーさもあるね。はい、ありがとうございます。しかもキンキンもいいとこだね冷えすぎちゃってんじゃん。嘘だろうぐらい冷えすぎんね。ちょいちょいこれか、雪中。うん、うめえ。昨日ね、これをうん、飲もうか飲まないかね。そうそわそわしながら今日ビール3本と 4,5 瓶しか飲んでないからね。ね、足りねえんじゃないかっちょっと先いただきます。わさびをつけていただきます。うん、うん、凍る寸前だね。うん、今マイナス1ぐらい。何すぎ。ヘイシリ、今何度。寒くて反応しません充電切れ。あ、マイナス2度。マイナス2度、うん、よっしゃ、ガンガンいきましょう。よっしゃ、ガンガン行くでいい。飛ばしていかないとね。うん、よいしょ。これどんぐらい入ってんだろう。あ、どれ。1号も入んないもんね、これ。うん、どうだろうね。 0.5 ぐらいあるかな。そうだね。ちぇ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 かっこいい。ちょっと日本酒、いやー、奇跡起きないですね。
でも飲むからね、これはなんでもねすっきりしてるこれね。でも料理の邪魔もしなそうだしね、これはいいですね、ちょうどいい、うん、わかめがポッペラ、え、わかめちゃん、わかめちゃんが、うーん、微妙に風上なんだよね。次の料理いきますか。ラーメンいきましょうか。うん、次はトランギアを。炎もいい感じだね。二次燃してる。うん。うやっぱ燃焼いいよね。あったけんだよなこれが。巻きとんでもなく早くいっちまうけど、そんなぶっといのもすぐにくるね、入れた瞬間火つくから。またコメリさんの巻きがいいんですよ。何ですってコメリさん、いつもありがとうございます。ちょっとチンチンに手当てながら喋ってますけど、あったかいんだもん。ココメリいじてた。ココメリ今回は、はい、ワンギアを使って、うん、焼肉していこうかなと思うんですけど、チーム焼肉最高だもんね。これもね、入ってきましたね。そうだね、買って4、5年経つからね。うん、こいつはね、やっぱ今このマイナス2度だから、うん、ガスを使うともうすぐに全然気化しないから、うんうん、弱火になっちゃうんだよね。そう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 。で今回はアルコールストーブで、アルストで焼肉をしていくと。アルコールだったらね、うん、標高が高いところでも寒いところでも必ず高火力を発揮してくれるから、うん、汚ねえなそれ。何があった。しないで、しないで。絶対洗い忘れたなこれ。アルストよし、ここによいしょ、燃料用アルコールを入れていく、入れていく、ストップって言ってください。はい、結構火力があるからね、うん、割とこぼれない程度になみなみ入れた方が。はいよ、はい、OK。 よっしゃ、この継ぎ足し継ぎ足し使っていくと、そういう感じですね。よいしょ、はい、なんでチャカメカファイヤーするんですか。チャカメカはサムライ、サムライ。オッケー。で、これはゆっくりこのアルコールストーブが温まってきて、うんうん、でどんどん高火力になっていって、はい、この穴だね、うん、周りの穴からもう火が吹いてくると超強火になっちゃうから、うん、それとお肉焦げちゃうんで弱火にしていく。はい、こいつをはめていく。はい、じゃあ肉焼いていく。焼いていく。二つ目に、はい、ハラミちゃん。ハラミちゃん。うまそうなハラミだね。ね。今回十日町に降りてった時に、うん。ことぶき精肉店のかな。ことぶき精肉店さん。なんかすごい優しいお母さんがいるところで買わせていただきました。うんうん、楽しみだね。ガンいっちゃうよ。うん、いっちゃう。いい音しないぞい。今日温泉に行ってね、うん、なんだっけ、千寿の湯、千寿の湯よかったもんね、うん、いつも行く高野湯さんがちょっと今日定休日だったからね、うん、十日町の市街まで降りて、うんうん、お肉屋さん行って買ってきました。楽しみです。ちょっと見えないように。これ以上。2024年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。振っていく。振っていく。これ結構ね、しょっぱみあるから。うんうん。いいね。うん。一向にジュージューやるけど、強火にしたらいいのかな。強火にしてみる。
前に凍っちまうからね。うん、シャリシャリ結構わかめシャリシャリってるめっちゃシャリシャリしてるでも北海道にあるもんね、半海道のルイベ、ルイベ、うん、あすぐだね、いけるいける魔法いいですね、全然強火だったね、ねえ、やっぱ焼き肉は強火がいいのかな、ほんとと、うまそう、マシ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 、いや、一気にする、うん、このね、設置、全貌をしてみんな見せる、こんな感じです、うん、雪の、まあ、真っ暗だけどね、あれみっちゃんのテント、みっちゃんね、やってるね、やってるね、良くないこれ、良くないこれ、これ良くない、くなくなくな、あったけえし、ここはね、最高の空間でございます、お肉焼けるわい、オッケー、それにキッチンをして焼き肉を取って私の手に、おじっと、あ、いいね、肉が冷たいのもあったのかな、そうだね、何も肉だもんねその時に外でカラオケじゃなくて焼肉してんの俺だけだよ、うん、そんな我らに仕事すねあ、うまい、あ、食べていこう、じゃあ食べていこう、食べましょうか、いただきます、キムチもあります、あ、やっぞ今日は、うん、サンチもあります、やっぞ今日はこのままのがいいな、多分凍っちゃうから、韓国のりもあります、外に置いとくと凍っちゃうから、うん、その中で凍らないようにするんだよね、逆にねこれこっちに置いといたらちょっといいんじゃない、まあいいかも、よしやりましょう、いただきも、はい、いただきます、まずそのままで、あ、たらけ、食べちゃう、あ、うまっ、うん、うまっ、うん、うまいね、一回小さいっていいですか、はい、確かにこれビールでもいい、うん、うん、エクストラコールド、ずっとキンキンだ、夏だとね、うん、置いといたらあのすぐ行っちゃうけどね、冬ならね、冬ってここか、うん、ヤマトスタイル、これがヤマトスタイルね、まずすごいヤマちゃんスタイル、キャンツコクノリ、キャンツコクノリサワヤもびっくりよキムチに、それは普通なんだね。キムチじゃないの。キムチ。ハラミで。ハラミ。いかしていただきます。はい。いってらっしゃい。いただきます。ありがとう。うまい。うまいよな。全部うまいもんね。うん。最後、最高、余裕だあとどのぐらい、ちなみにこんなもんですね、うんうん、これはいけちゃうね、そうだね、寒いから、うん、昨日はぬくぬくしてたから、うん、すぐにね、え
おいおいおいシラーサーさん絶対こんなに雪降んない国のシラササツズミだからなるほどねちょっと行こう行こう行こう、はい、行きますシラーサーさん聞いちゃったキャンツコクノリとキャンツコクノリとキムツチとキムツチとここはカラミチカラミチいただきますおおおおおあぶったねうんこれだよねうまのりめちゃくちゃいい仕事するわねちゃちゃちゃガンガンちゃガンガンちゃキムチも濃いめだからいいな、うん、甘っこいご飯がすごくうめえもんうまいねうんあんま買わなかったこれにごま油ピューってやるとうまいあーいいねキムチにごま油入れてもうまいもんねそれが本当のシーラーサーサー気に入っちゃってるもう食べちゃうこれ、うん、次のねガンガン行きましょう焼肉うん先に肉がなくあこっちがなくなっちゃうなんてことだね肉は回して、うん、まだこうお次は何だい次は豚バラを焼いていく豚バラをチョイスするのはなかなかいいねでしょうお腹空いてるからガンガン食べていっぱい施工してくれたから、うん、いいフィールドできたよねねえ掘るだけの方が楽だねああ今年はまだ雪がそんなにないからそうそうそうちょっと掘ったらもう芝生みたいなの出てきちゃってうん水瓶シャッター行くあ水瓶にしておきますかでもこのぐらいジュージューなら確かに温まってなかったよここ、うんうん、外だからね頭が冷えるから、うん、酔いも回ってくるのは遅いんじゃないですか確かに確かに水だもんね今これ飲んでる明日ダメージすごいんじゃないなるほどダメージ流れちゃう、うん、水いっぱい飲んどかないとおっぱぶダパンプダパンプおいおいおいやめてくださいよ家族見てるんで勘弁してくださいよすいませんおっぱぶって言ってすいませんでしたあの子供が見てるから下ネタはやめてくださいっていうコメントがあ、うん、たくさん来るけど、はいね、申し訳ございませんもうね、オフだからオンだから言ってるとかじゃないもんね息を吸うように俺は言わないんだけどねそうだよまああんま言わないけど確かにちょっと強火にしますはいよ、はい、来たはずっとおいきたこういうことでございますねすぐにジャー来るよねいやいい日だなトロトロした日がねいいよね独特だよねなんか現実世界なのにシネマティックねそうそう目で見てもね、うん、目でっていうかこいつこんな不景な日入れたらモクモクして苦しいのに、うん、こいつ入れたらねすぐに火がおーって言ってますよコベリさんありがとうございますあ、ほらもう薄くなってきたこういうことですねあ、肉もいい感じだ肉もいい感じです弱火っそ、弱火にしとあのハンドルをちょっと事務所に忘れてしまうどっかちょっとこれいいよいしょいい食べていく食べていくヤマさんいいっすかいっちゃって三竹靴サムギョプツスタルサムギョプツスタル、いきますはいノリノリ
キムチ、キムチ、豚バラ、豚バラ、一緒に、こういうことです。うまそう。サムじゃなくてもうまいもんね。サムじゃなくてもうまい。次に白ささん、オッケー、よし、ハマっちゃってんじゃん。多分明日か明後日まで行ってるけど、週明けに多分忘れて、あれなんだっけって。うわー、あらます。よし、白ささ、はい、これを、はい、産地、はい、のり、のり、すすむくん、すむくん、豚バラ今いっちゃうかな、はい、はい、よいしょ、よいしょ、どうですか、あれにこっちにありません、開きました、あー素敵です、いっちゃってください、いただきます。今彼氏のネタ見てるかな、彼氏、彼氏のネタ、うん、この年末年始で異常に仲良くなってるよね。あの年明ける前と、うん、年明けした瞬間電話したもん。彼氏やん、うん、近い子だもんね。こっちから何やってんの聞かないでくださいよ。めちゃくちゃ浮気してた。食べ食べよ。いやいやいや、まだまだ行きますか。腹減ってます。牛、豚ときたら、はい、鶏、鶏、鶏、もも肉、もも肉、焼いてチンチンだよ、フライパン早くしないと、はい、はい、よ、もも肉は何で味付けするんですか、先生。皮目からとりあえずやります。あー、いい、唐揚げにしたらうまいやつだ、これ唐揚げを買ってきました。いいですね、いいですね。ほんで、ほんで味付けは、うん、これはもう一回、うん、いっちゃおうかな。1店舗とか言われるかもしれないけど、うん、マキシモ、マキシモ、いやいや、結局何でもうまいんだから。そうなんですね、うん、いきます。入れることやってちょっと蒸す感じ、うんうんうん、蓋はいらない？蓋はある？ねえよ、蓋いらない。あ、このフライパン？フライパン、フライパンじゃねえわ。ちょっと待って待って待って、え、バカ気合入ってる。いけるもん。おいおいおい、諸葛孔明じゃないんだから。これでちょっと蓋しとこうか。そうだね、うん、ちょっと蒸し焼きにすると、蒸し焼きにしましょうか。やっぱ中にね、しっかり火も入れたいんで、うんうん、確かに寒いからね、うん、表面しか火入らないの怖いね。ね、よし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 。で、残りの残量確認です。よっ、いけます。
あと4割ぐらい、4分の1ぐらい。今日もいい、また飲み口がいいね、これ独特の香りがあるね。うん、それではいやいや、飲んだばっかなんですよ、親方もう忘れたでしょ、さっきのやつ。ん、さっきしらささ教科書に書いてあるよ、しらささ教科書に書いてある。沖縄行きたいね。沖縄いいよね。うん、あ、意外とこっから減らないもんだ。え、こっからが持久戦火の番をしないと。うん、この火のくぐり方いいよな。ね、スローモーションに見えるもんね。なんでなんだろう。うん、じゃあこんな炊き方作りたいっすね。ね、星星です、星です。すぐよ、うん、これすぐですよ。あ、来た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 、今あのちょっと星が出てるからね、うん、GoPro で、うん、タイムラプスを今撮ってます。うんうんうん、うん、来た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 。鶏肉はどうですか。鶏肉の調子もいいですよ。じゃあ食べれます。あ、確かに気持ちが、気持ちがするってスキーのようにあ、いいね、いいと思いますよ。あ、でもなんか、なんか入れた？いや、なんビールだけなんだけど、やけに照ってるよね。照ってる。ドッキリこれ。しょぼ。じゃあしょぼ。嬉しいやつ。嬉しい瞬間？ねえ、売れてた。照れてるって。照れてるって。まあ、多分これまでの、ついてたうまみとビールとマキシマムが織り交ざっていい感じに仕上がってるんで食べていきましょう。はい、じゃあどうぞ。さ、1個目いっちゃっていいですか。うん、熱いさ、熱いさ、熱くないでしょ。いただきます。戻すな、戻すな、戻すな。吸い込んだな、熱い蒸気を。うん、デレン、デレン、デデ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 デ。おお、そっちだ。マキシマム、うめえ。これがマキシマムだ。照り焼きです。照り焼き何もその要素入れないのに照り焼きチキンできました。え、簡単スーした？してない行って行って、三脚触ったら今手がいった秒で秒で行くんだよ。いいじゃないよ。ちょっとこの分厚いやつだし火の通り具合も見かしながら、うん、寒いから寒いから、あ、全然通ってるわ。通ってる、うん、ちょっとください。うんうん、熱い熱い熱い、ボリュームテリヤキだね。こうマヨネーズかけてパンダ挟んだらもう、あ、もうテリヤキパン、ね、テリヤキバーガーだよ。モスバーガーだよ。ビール？いや。いや。バカだ。もったいない。やばい、やばい。お、お。
めちゃくちゃ並々入ってる。大丈夫、うん、この前餅つきの時、うん、この斑点1枚だけで寝たけど、最後パンツにこれに腰ベルトしてるんだけど、うん、餅つきの時飲みすぎたからな。めちゃくちゃ飲んだよ。何があったんだろう。ビビったよ。その話昨日もしてるんでね。そうだね、1日目の時にもそんな話してるんで、うん、ぜひ。アンダーさんはね、うんこ漏らすわ。俺はフルチン、あ、パンイチで寝てるわ。パンイチにこれでね。コンプライアンス研修受けてんだけどな。ねえ、照り焼きだね。みっちゃんの声が、今日はみっちゃんの声がうるさい、ね、昨日ライバーさん、今日いるのに、ね、静かだよ。確かに。どう、鳥さん。うまい。うん、もうビールのおかげなのか、うん、もうプリプリ、うん、もうめちゃめちゃ滑るから気をつけて。うん、うん、なんかもう色が悪くなってきたから食べちゃう。うん、あ、間違えた。すいません。あ、うまっ。わさびが、うん、わさびと合うかも、これ。ね、うん、合うわ。鶏うまいな。次も行きますよ、ガンガン。はいよ。次、お肉屋さん。今日行った、ことぶき精肉店に行った。八宝菜も炒めるだけのやつ。やりましょう。これで締めるかな、締めれるかな、どうかな、締めれるかな。八宝菜がもう炒めるだけになってます。八宝菜って炒めるんだね。そう、多分肉も入ってて野菜も入ってて、うん、もうそのままいっちゃってくださいスタイルの、いっちゃってくださいスタイル。初めて聞いた、うん、ねえ、いきます。はいよ。うわ、うまそう。これ強火でもいいな。今強火だっけ。今弱火じゃない？オッケー、ちょっと強火にする。強火でガッと炒めて。ガッと炒めてね。中華だから結構温めるだけだからね。でもね、火は入ってないの、これ全部。あ、入ってないんだ。そう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 。あ、じゃあいいね。うん、この炒める時がやっぱドラマがあるもんね。ね、もう卵も入ってるな。え？ YouTuber でやってた今。よし、言ったね今。さっきの豚肉もちょろっと入れとこうか。あ、確かにちょっと中だもんね。いい、いいしょ。いいね。ちょっと下にくぐらして。いや、いい音。よし。あ、あ、カラッと。あ、あ、ダンサーさん。よいしょ。よいしょ。おいしょ。ストップって言ってください。え？ストップ。ブネー。ブネー。よっしゃ。オッケー。オッケー。うまそう。発泡菜出来上がりました。オッケー、じゃあ弱火にして食べていく。よいしょ。オッケー。それでは。食べていきましょう。豚肉がうまそうだね。豚肉味付けがもうできてるからね。牛ちゃんと特菜、八宝菜ですね。しっかりね、地の宝のデザイン。いきます。うん、うまっ。うん、あれも、うまっ。え、この味噌味みたいなの何？何も俺は味付けしないよ。その小峠さんの発泡酒に使ったの。あ、うまっ。うん、なみなみ。これこれ。
とちょっと。男だね。あとちょっとしかね。もうちょっと食べようかな。うん。うまい、ね。野菜うまい。うまいのこの味付けも。すごいうまい。うま。あうま。まさに寿。山本さん。はい。ホテルの光が聞こえてきました。はい。もう終わりなんですか？しらささも。ああ。寂しい。いきます。おお、いい音。現地の奇跡に。あ、おいおいおい。ジャマトの奇跡に。いいね。奇跡と奇跡がかついいね。あ、いいんだ。そういうこと？うん。これまで来た道筋と。道ってことですね。うん、ね。よいしょ。よいしょ。最後やっていきましょう。いつもありがとうございます。ありがとうございます。シラサさん。いらっしゃいませ。いただきます。野菜だけでもね。うん、みっちゃんいた？みっちゃん食べた俺。あ、食べた。食べた。一個だけだった？一個だけ。ワンミツ。YouTuber だよ。聞こえるもん今。YouTuber だよ。YouTuber だよ。いただきます。うん。ああ。うめえ。これマジでうまいね。うまい。マジでうまい。わいろんな発泡酒あるけどね。うんうんこんなに味もしっかりあるしね。なかなかないよね。えちょっとゲップした今。バーってじゃあそんなあっちにみっちゃんもいて、うん、僕らもこっちにいてここにもいてここにもいて2020年頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご愛顧願えると嬉しいです。それでは乾杯。乾杯。シラササはなくなりました。ありがとうございます。いけるね。これは。そうですね。でもね、うん、多分カメラ止まったらもう、うん、そこら辺で寝てるから引っ張ってもらう。多分マジでね、気をつけた方がいい、ね。この前の俺は見てるから、ね。確かに。一週間前にやってるからね。でもあの時3勝ぐらいなんでしょ。みんなでね。みんなで。うん。でもほぼほぼアンダーさんの検知が飲んでる。そうなの？だと思うよ。え？ちょっと騙されたの。だけどさっき何よりびっくりしたのが、うん、First time is it now? いや、6時40分。6時40分で。でこのあのいい感じの酔い具合って、うん、あの10時45分だもん。だよ。なのに6時45分。え、ね、寝るにはもったいないけど酒もないよ。じゃあ、あいつからもらうかね。じゃあ襲撃しに行きますので。そうですね。一生瓶開けるまで帰れません。これからもやっていこうよ。行こう行こう行こう、ね、これ以上やんないですよ。ミッションにしろとかっていうコメントは受け付けないですね。アンダーさんがいたらわかんないけどね。アンダーさんいたら3勝にしよう。いやいやいや無理無理無理。だって2人でほぼ3勝飲んで。いやいやいや、うんこ漏らしてゲロするから。まあね、今回はね、テーマ竹縄ということで、うん、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひみっちゃんとリュウジ君のキャンプ場をチェックしてください。はい、それではまた、バイバイ。